そのレースは1903年に始まった。走行距離3500キロ、高低差2000メートルの過酷な道のりを彼らは3週間にわたってただひたすら走り続ける。その様子は世界190カ国でテレビ中継され、沿道には1500万人もの観衆が詰めかける。アルプス、ピレネ、2000メートル級の山々を一気に駆け上がり、息を呑むような下りでは時速100キロに達する者もいる。自転車が大衆の移動手段だった時代に始まったこの競技は、その地位を自動車にとって変わられた今もさらに人々を熱狂させ進化し続けている。ツール・ド・フランス、自転車レースを志す者の憧れであり、ロードレーサーすべての聖地。そこに今、日本の皆さん、今、まさに今、新たなる歴史が生まれようとしています。世界最大の自転車レース、ツール・ド・フランス。全世界200億人を熱狂させ、この世で最も過酷なスポーツと言われるこのレースで、現時点の総合第1位はなんと日本人、篠崎美琴です。てめえ、足つけ！俺の現茶が。あの実は乗れねえなら現茶で行くな。すみません。バカがこけるから偏っちゃったよ。お茶足りなくねえか。数は足りているかと。悪い、あったわ。あのお金は僕立て替えておきましたので、その後で。いつも悪いね、少年。いえ。皆さんこんにちは。僕の名前は篠崎美琴と申します。つい先日入学式を終えたばかりのしがない高校生です。高校生というとなんだか少し大人な感じがしてドキドキしますね。そこには夢のような世界が待っていて、生かした友達もできたりして、ほろ苦い恋愛とかもしてしまうものだと思っていました。でも僕にできることってなんだろう。
まだいる。あ、なんだ、篠崎じゃん。深沢さん。同じ学校だったんだ。はい、一週間前から隣の席なんですけど、一応。知らない、そうなんだ。髪の毛、伸びましたね。入学式前に切ったばっかなんだけど、私。知ってます。でも伸びてます。7ミリくらい。7ミリよく見てるね。いや、そのあ、ひょっとして私に気があったりして。いや、好きとかそういうんじゃないんですけど。悪いけど私今彼氏いるよ。知ってます。どこかの大学生の人って。そう、つまんねえやつだけど、お金と車はあるからね。さすが調査済みなんだ。いや、そのすれ違うたびにそんな話も聞くもんで。篠崎、こういうので自分の顔確認したことはある？あんまり。でしょ。私こう見えても付き合った男の数一人や二人じゃないよ。手だってつないじゃう。手？で、篠崎何？学校来て、家帰って、学校来ての繰り返しでしょ？頭だってそれどういうこと？無造作ヘア？違うよね。ただの寝癖でしょ？ネクタイ逆。シャツ裏返し。そんなはずは。チャック全開。篠崎さ、少しは自分を変えてみようとか思ったりしないの？つか、好きな子とかいるなら普通もうちょっと自分に気使ったりするでしょう。あんたにとってその子の価値そんなもんってことだよ。あ、そうだ、篠崎ってもう部活とか入った？あ、やっぱ美術部か。いえ、部活は。美術部に入っても自由に描けないし。マジ？やった、バッグとか買えちゃうかも。自転車部に入らない？それがいいよ。部活入った方がいいって絶対。ほら、あんまし友達とかいなさそうじゃん。篠崎めちゃめちゃできると思うんだよね。で、どうせ入んなら体育会系だよ。篠崎運動できなそうだけど株上がるよ。女の子とか寄ってくんじゃない？マネージャーとかいてさ、合宿とかで恋とか芽生えちゃったりして。自転車部って何？ごめん、忘れて今の話。バックは諦める。じゃあね。いえ、深沢さんの、その何？何？はい、深沢さんの絵が描きたい。ヌード？違います。でもご希望でしたらヌードでも構いませんけど。あ、いい。
なるべく早く終わらせますので別にいいよ、モデルなんてやったことないし楽しそうじゃん、可愛く描けよ。はい、よろしくお願いします。どうぞ。かわいい。あんまりそんなに見ないでください、描けません。どうぞ。あ、そうだ、目ん中に星描いてよ、あとバッグにバラ星。あれ、今日ってカラオケの約束してたか？違った。いつだっけか。ん？何？想像しよう。書くのは外見じゃない。中身だ。その声を、その太陽を、その静けさを、その紅葉を、その輝きを僕の世界へ。わあ、ごめんなさい、また僕調子に乗ってしまいまして。陽介に似てるかも。いや、本当にごめんなさい。ごめんなさい。篠崎、ごめんなさい。見てもいいかな。はい。どうぞ。どうぞ。まだその僕の中の深澤さんをうまく表現できてないですけど、これからもうちょっとお近づきになれれば。なんで水着やねん！深澤さん怒ってるかな？怒ってるよな、そりゃ。昔から調子に乗ると周りが見えなくなる子だって言われてたから気をつけてたのに。嫌われたかな？嫌われたよな、絶対。あったあった、篠崎！え？これこれ。自転車？ちょっと乗ってみて。陽介がね、うちのバカ兄貴なんだけど、自転車部のキャプテンでさ、新入部員連れてきたら私にお小遣いくれる約束なのよね。どうかな。でも僕運動とか全然ダメですし、足とかものすごく遅いし、まして自転車的なものは。その自転車漕ぐ筋肉って特殊でね、普通の生活とか他のスポーツで使うのとは全く違うの。足速いやつが単純に自転車も速いとは限らない、つかむしろ別問題だから。篠崎みたいに走るの遅くて運動ダメな子でもチャリンコだけはすごいやつがいるかもしんないよね。そうですか。でもそれだと大変ですね。自転車に向いてる人って探しようがないですもんね。どこで決まると思う？自転車に向いてる人。え？ここ。心の強さ。その力が大きいほど自転車の世界では強力な武器になる。って陽介が言ってた。それなら僕にはやっぱり無理ですよ。気は弱いし、いつもみんなにからかわれて。そんなの関係ないよ。大事なのは一つのことにのめり込める強い精神力。ここ一番って時にものすごい力を発揮できる心の力。そういう何かの枠で測れないやつを連れてこいって。私は、篠崎にはそれがあるって思ってるの。多分。うん、そこはもうびっくりするぐらい女の勘ね。だから自転車部に入ってみよう。私欲しいバッグがあんの。高いんだよこれが。でもその実を言うと僕自転車自転車乗れないんですけど。
なことだから僕ダメなんです。あちょっ、すごい高校生活とはなんとすごいんだ。あったんです予感は。入学初日に隣の席にいる深澤さんを見た時に。それが今日はなんとお話をしてしまいました。深澤さんとは中学1年の時だけクラスが一緒だったんです。もちろんその頃から天下一品の可愛さでした。声とかも可愛いんだよな。でもそんな深澤さんがこんな僕と釣り合うわけはありません。早く食べなさい、片付かないでしょ。うわ、呪いし、ドジだし、僕って一生このままでいいのかな。一人なのになんで隠してんだろう。こんな僕が才能あるなんて言われちゃいました。それはそうと、なんかさっきからこの世のものとは思えないほど柔らかいものが当たっては揺れてるんですけど。ねえ、次どこ行く？深澤さん、なぜ水着でおられ。夢とはいえ、あの深澤さんと自転車で二人乗りしちゃうとは、なんと恐れ多い。しかも水着で巨乳。自転車選手に一番必要なのはここ、心の強さ。篠崎にはとびっきりのそれがある。落ち着こう、夜中に外に出るくらいで動揺してちゃ小さいぞ。大丈夫、扉を開けたその向こうには昼間見た時は何とも思わなかったけど、自転車って綺麗なんだな。それにしても不用心。うわ、今のは一体。お、静電気。こんな僕なんですけどいいですか。風が遠に過ぎてく、体をすり抜けて今
すごいことですよ。これは落ち着いてよく聞いてください。ここからが重要。それで